皆様こんにちは、女流棋士の香川真奈です。さあ今日の問題ね、なかなか手応えいつもよりマシマシだと思いますので、ぜひ皆さんね、この果敢に挑んでいただきたいんですが、あの途中でヒントも出しますが、結構ね、あの盲点になる大手出てきますので、結構柔軟な発想でチャレンジしてみてください。それでは今日の問題です。玉方一一香、一三歩、二三歩、三一玉、四四馬。攻め方五四角。持ち駒は飛車銀です。この問題のポイントを解説します。さあ、飛車と銀を売るから金をくれと言いたいような局面なんですが、残念ながら金がないので頭金ができません。で、頭に銀を打つことはできるんですが、これはこの横のところにすり抜けられてしまいます。4二玉で、ここから王手、まあ一応飛車とか打ってるんですけど、銀取られても逃げられてもちょっと続かなさそうですよね。ということで、まあ、銀取ったらまたで、この時に、まあ、結局その横に逃げられてしまう、つまり2段目に脱出されてしまうと、この遥かこの遠くの世界にこのどんどん進出されてしまいますので、あのそれは防ぎたいところですよね。で、まあ、当然飛車を打つ王手って考えられるんですけれども、ちょっとその先にね、一体こうどんな形で詰め上がるようになるのっていうところをちょっととイメージしながら、この角が最終的にどんな風に活躍してくれるのかをちょっとイメージしながらじゃないと、この問題はちょっと解けないかもしれません。ここからは後手詰めまで進めさせていただきます。3二飛車、2一玉。ここからは後手詰めになります。頑張って解いてみてください。それでは正解発表です。正解は3二飛車、2一玉。1二飛車なる、同じく玉。2一銀、2二玉。3二角成までの7手詰めでした。皆さん解けましたか？それでは解説いたします。さあ、まあともかく2段目に逃がしちゃいけないよねっ
ってなるとやっぱり初手の王手は銀だと逃げられちゃうのでもう3二飛車しかないよねみたいな話になってきますよね。2一飛車も4二に逃げられてしまいますので、うーん、これはやっぱり3二にとりあえず打ってみようと。で4一玉と逃げれば、4二に銀打っちゃうと5二に逃げられちゃうんですが、5二銀と打てばこれは一手詰めで仕留めることができます。仕留めるちょっと嘘かな。でこれはなので2一玉と逃げるわけなんですけれども、まあここまではね多分見えるよねっていう方多いと思うんですよ。ただここからが大変。例えば、3三飛車成、これといけてるんじゃないって思った方、いい感じだと思います。まあ、逃げると銀打って詰むし、で角を取られて3二銀1二玉2三竜あ詰むじゃんと思った方もいらっしゃるかもしれませんが、残念ながらこの馬の位置がずれたので、この3二銀同じく馬と取られてしまうんですね。失敗しちゃいました。かといって2二に打っても1二玉と逃げられてこれは続きません。残念。あと一歩惜しい王手が結構いっぱいあります。例えばあとは4二飛車成もやってみたいですよね。これも角取るんですけれども、角で落としました。で、2二銀、1二玉、3三銀なる。まあこれも相場は詰みとしたものなんですが、残念ながら合駒をされてみると、あと一押し足りないんですね。で、こんな感じでもうこの後手詰めのところからもだいぶ難しいよっていう、こうちょっとね悲鳴が聞こえてきそうな問題なんですけれども、ここでね、ちょっとこう発想の転換というか、やっぱりこう角を取られるとこの馬が結構強いんですよね。でこの馬が守り駒になってこう攻めをいろいろ弾かれてしまうので、ちょっと馬のこの守りをかいくぐって攻められないかなって考えた時に、もしかしたらもうそれぐらいでもうやり尽くしたよとなってようやく発見できたという方もいるかもしれません。打ったばかりの飛車をただで捨ててしまいます。この1二飛車成は竜と角の両方の駒で王手しているので、あのこう馬を使う余裕を与えない手なんですね。でこれが見つけられたかどうかが結構もう肝中の肝でしたね。逃げると、3二角成もしくは3二竜で詰めますので、これは同じく玉と取るしかありません。同じく今日は王様取られちゃいます、角でね。でこうなってくるとようやく皆さんお分かりだったんではないでしょうか。まあ、銀の王手、そして2二玉と逃げる一手にようやくねこの馬の防御をかいくぐってとどめを刺すことができました。3二角成、最後銀成だとねまた逃げられちゃいますから要注意ですよ。これでコンパクトな詰め上がり図になりましたが、これでいくところがなく即詰みとなりました。ちょっとね打ったばかりの飛車を捨てる手が見えづらい、まあ、そもそも捨てない有力な王手が多いということで、なかなか難しい問題だったんじゃないかなと思いますが、まあ、しらみつぶしで見つけた方もパッと見で見つけた方もどちらも正解にたどり着いてらしたら本当に素晴らしいですし、ちょっと正解分かんなかったよという方もナイスガッツだったと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。いかがでしたか？よろしければチャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いいたします。難しい問題も、まあ、できなくてもいい問題だなと思ったら、ぜひぜひいいねボタン押してください。グッド評価。北浜先生も大変お喜びになると思います。応援のコメントもたくさん用意じゃない、お待ちしておりますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。失礼いたします。